時刻は6時57分です。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者中山敏弘さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ます昨日の夜は BS9 時のプライムニュースだったわけですよね。そうそう、あれ2時間番組でね、結構たっぷり話しちゃうんですよね。ですよね。ねで、今日はこの朝6時す、ね、<laughs> <laughs> からついません。連続で。結構これ大統領選近づくといろいろスケジュール立て込んできますかまあやっぱ4年に 私極端にね,ね当然忙しくなる年なんですけど今年はこれまでやっぱりコロナがあったんで、うん、あ,あんまり声かかんなかったんですけど、ね、まあもうやっぱりそろそろ大統領選挙近づいてきたんでそうですね。やっぱり日本にとってもね大きな意味持ちますから今日もですねそのあたりさまざま解説をいただこうと思います今日もよろしく、はい、お願いいたします,しお,しますお送りしております日本放送飯田康二の OK 康二アップ、えー、お知らせを挟んで7時になるところです <noise> 8月21日金曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、慶応義塾大学教授で国際政治学者中山敏弘さんです。おはようございます。おはようございます。ます中山さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はますでは、最初のニュース、こちらです。 ロシアの野党勢力のの指導者が機内で意識不明、毒を盛られた可能性もロシアの反プーチン派の野党指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏が20日飛行機内で体調不良を訴え緊急搬送されました中毒症状を示し意識不明の重体ということですこの日口にしたのは空港の喫茶店で買った紅茶だけで中に毒が入れられた可能性もあると報じられております 昨日の夕方ぐらいにこの一報が入ってきて、なんじゃこりゃというニュースでしたけれども、どうですかロシアってこういうこと起こるんですかねまあ、あの、ね、断定的なことは言えないですけど、えー、明らかにまあ怪しいですよね。で、これまでもそのプーチン大統領のまあ性的というか、はい、あの批判的な人たちが、繰り返し同じようなことが起きて、まあ、ジャーナリストもそうですけども、で今回の件全くわからないですが、はい、まあパッとニュースを見た時の印象だと、まあ、怪しいと。 うん、いう感じなんじゃないですかね。うん。まあね、今までのことがあるだけにというふうに思いますが、うん、まあ一方で、まあ,あの大統領側は、まあ基本的にえ、俺たちは関わってないよというふうには言っている。うんうん、まあ当然そういう発言になるんでしょうけどね。うん、まあ一方で、そのロシアのこの特殊機関のこういうこの仕事だとすると、うんはい あの、ちょっとこのずさんだっていうか、爪が甘いっていうか、まあ今体調が安定してるなんていうニュースも入ってきてるみたいですから、あの、もっとその、何ですかね、決定的なものを使うんじゃないかみたいなことも言われてるみたいですね。ただこれままでの経緯考えますとやっぱり 怪しいというのがあ<ー>あの多くの人が持つ印象なんじゃないですかねうん、まあ、この方、投獄されてた時に、なんか顔がものすごくむくんでみたいなことが出て、うん、その時きも、毒が盛られたんじゃないかみたいなことが言われてましたけど、今回もそういう意味では警告みたいなところなんですかね、まあそうですよねやっぱりこの、まあ、ロシアだけじゃないですけども、こうやって、この権威主義的な体制っていうのが。はい どん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 今世界でこの、まあ、なんですかね、勢力を広げてるんで、んまあそういうことの一つの兆候なのかなっていう感じがしますね。 と前までだったら、この権威主義っていうものは、まあ、かつての統治の体制であって、だんだん変わっていくなんてことが言われてましたけど、この流れっていうのはどうなってますかそうですよね。やっぱ民主化っていうのは基本的に、まあ、ゆっくりですけども、えー、基本的に拡大していくっていうのがなんとなくみんなが共有してる前提だったと思うんですけど、うん、まあ、中国しかり、それから、まあ、ロシアもそうですけども、やはりそういうのをむしろ押し返す勢力は今伸びていて、 で、まあ、その、アメリカなど、はい、あの、本来だったら、その、まあ、旗を振って民主化を進めてきた国がですね、若干そういうことに関して後ろ向きになってるんで、うん、まあ全体としてやっぱり民主主義が後退してるのかなっていう印象はやっぱり持たざるを得ないですよねあ。まあ、ソ連が崩壊し、ロシア連邦となって、うん、そして選挙によって大統領が選ばれるんだという、うんうん、当初は、やっぱりそういうこう、目が、 芽生えてくるのかなっていうね。それこそフランシス・福山という人が本を書いたりとか、これでもう民主主義が勝利するんだみたいなのは言われましたけど、ちょっと風向き変わってきてるそうですね。やっぱり冷戦が終わった頃っていうのはもうこれでリベラルデモクラシーが、あとはもう世界に広がっていく、そういうこのプロセスがその世界史になっていくんだっていうのは認識でしたけど、今そういう楽観論を言う人は、まあちょっといないんじゃないですかね。まあ福山の議論も実はこの細かく詰めていくと、そこまで楽観論ではないんですけど、 でも一般的にはもう民主主義の勝利として受け止められた本ですから、はい、ああいうその世界観というのはちょっと今。あのー 交代してるっていう感じじななんじゃないですかねうん、まあ、今日はこの後、まあと、大統領選の、アメリカの、ね、大統領選の話であるとか、まあ、あの米中関係などもこう出てきますけれども、まあ、その辺もすべてこう通総テーマみたいになっているまあリンクしてますね、やっぱり今回の,その大統領選挙っていうのは、まあアメリカのことだけじゃなくて、はい、やっぱり国際的にも、それから民主主義の向かう方向性っていうことに関しても、やっぱり大きな意味を持ってくる選挙になるんじゃないですかね。う あのー、今回はね、えー、大統領選、コロナの影響がどこまであるのか、みたいなことも言われてますけれども、うん、ま、その辺も含めて、こう、この先占うって感じになりますかはい。あ そうですね。まあ、あのー、今回はその、当然アメリカも初めてだったんで、<ー>で、今、そのアメリカでやってる民主党党大会っていうのは、まあ、今日はとも来週やりますけども、はい、なんか政治のこのお祭りみたいな感じで、ま、もう結果は出てるんですけども、みんなで集まって、問題意識共有して、候補応援していこうっていう、はい、そういう、ま、章な、章なわけですけど、それができなくて完全オンラインになったんで、 盛り上がりはかけつつもみんな必死にどうにか新しい形の党大会を模索してるっていう。で、これもアメリカ始めましたけども、こう政治集会っていうのは各地でできなくなると思うんですよね。これから世界で。ですから、このオンラインを政治にどうやって活用するのかっていうのは、まあ、今後、その各国でいろんなその取り組みがなされると思うんですけど、まあ、その一つのある種のこのモデルっていうんですかね、になり得るのかなっていう感じもしますよね。うん えー、まずはあロシアの野党勢力指導者が機内で意識不明とこういうニュースを取り上げました、えー、続いて7時の日本放送ニュースですおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です 今朝のコメンテーターは慶應義塾大学教授で国際政治学者の中山俊弘さん取り上げるニュースはこちらです民主党のバイデン氏指名受託演説へアメリカ民主党のバイデン前副大統領は党大会最終日の20日夜日本時間の今日午前11月の大統領選に向けた候補指名の受託演説に臨みます 人種差別や経済格差など深刻化するアメリカ社会の分断解消を目指し、政権奪還へ決意を表明すると見られております。<music> えー、4日間にわたるこの民主党の党大会最終日、自宅演説ということで、まあ、えー、この後、日本時間のお昼10時頃なんじゃないかというふうに言われてるようですが、これ、あのー、やっぱ、リモートでやってるということで、はいはい、どうですか中山さんもこうずっと、 パソコンでご覧になったりするわけですかあの、そうですね、パソコンだったり、あの、普通にそのテレビであったり見てますけど、あ<ー>まあ、あのー、それは実際に人が集まってっていうのと比べると、盛り上がりは欠けて、はい、まあ、実際にこのオンラインで参加してる人の数も、あの、まあ、少ないっていう、まあ、ただいろんなその見方があるんで、 そう合算すると、はい、例年とそんなに変わらないっていうのはな見方もあるみたいですけど、あの、やっぱりちょっとキーな感じはしますよね。あの、演説をやってみんながわーっと騒いで一つの場として完結しますけど、はい、今回はまあ2、3分の若干短めの演説をみんないろんな人たちが出てきてして、<ー>それで特に歓声もなく、あのまあ、一応モニターがたくさんあって、そこにまあ視聴者みたいなのがいて、その人たちがまあ拍手したりして、<ー>まあその人たちにこのあのスピーカーが手を振ったりはしてるんですけど、 まあでも、なかなかやっぱり集まって、みんなで,このですかね大統領候補指名に向けてこの、えー、この一丸となって動いていくみたいな、その雰囲気やっぱりちょっと欠けてるっていうのは、否定できないとは思いますよねあ、まあ、その辺がね、まあまあ、ある意味、模索を続けてるっていう感じになるわけですよね、全体として、どうに言うかうまくやってるんじゃないの、はい、初めてのわりにはっていう評価が多いような気もしますね。なるほど、うん、でこれ1日目はまあ場にさん さんとかでまあ2日目3日目といろんなそこそね大統領経験者が演説してそうですクリントンだオバマだミシェル・オバマだいろんな人が出てきますよねそれからまああの単にこの有名人というか民主党支持する有名人みたいな人も出てきたり歌手が出てきたりまあお祭りですよねうんこの著名な人たちの演説っていうのは見ててどうですか あの、ま、あこの政策的な中身に踏み込むというよりかは、やっぱりこのバイデン指名に向けて、この盛り上げていこうっていう、そういう色彩が強いんじゃないですかね。やっぱりそれからまあ民主党を支持している人たちが、ま、あその親近感を感じるような、そういう人たちも多いですし、それからまあ、あの、面白いのは、あの、共和党の人も若干ですけど出てきてるっていう。はい で、毎年こういうことあるんですね。例えば共和党のこの党大会で民主党の人が出てきたりだとか。あ,ね、あ、逆もあるんですね。逆もあるんですけど、やっぱりその数としては少ないんですが、ーへーへー今年やっぱり、あの、共和党がトランプっていう非常にこのなんじゃ、論争的な人を、あの、ん選んでるんで、はい。共和党から願ってる人が、ま、若干というかかなり多めかなっていう感じもしますね。なんか、州知事の経験者の人たちた。そうですね。大統領選に2016年に出たケイシック。はい。 オオハイオ州の前知事が、うんで、彼はかなり知名度は高いんですけど、も、うんまあ、トランプには批判的で、民主党にくら替えしたわけではないんですが、うん、共和党員として、うん、あの民主党大会でトランプ大統領を批判するっていう、うん、そういうことがあったりもしてますねアメリカはそういういのありなんですね。 やっぱアメリカってその,の政党っていうのは日本と違ってかなりルースなんで、基本的にはもう個人ベースで参加して、で別に党員とは言っても別にこの、なんか党員証とかもらって、で党のために日々活動するっていうことでもないんで。あ、そうなんですね。でその まあ、州ベースだったり、そのコミュニティベースのこの党に参加して、全国党組織に飲み込まれるっていう感じはないんで、かなりやっぱりその、のそういうなんですかね、個人のその判断に委ねられるっていうか、でまあ、その先ほど申し上げたこのケイシック知事は、まあ民主党と党大会に出たからといって、いわゆる除名されるってことはないですよね。つまり除名できる主体がいないっていうか。 そうなんですね。それルースなんですよ、党組織が。全国、全国共和党みたいのがあっても、そこまで除名するだなんだっていうような権限もないし一応、その中央組織ってのはあるんですけども、それはまあ、選挙の管理とか、日々の党運営のそのマネジメントとかで。事務的なんですね。どっちかっいうと、事務的なんですね。ですから、その、全国党委員長っていうと、なんかすごく偉いみたいに聞こえますけど、日本でいうなんか、幹事長とかね、そういうようなイメージがありますけど、ちょっと違いますね。はあ。 はい、なるほど、だって日本でじゃあ、例えばこう安倍さんと対立してるからといって、石破さんが立憲民主党の大会に行って、うん、ちょっと考えられないですね、ねえ安倍晋ガがんとやったら、多分除名相そ,、ねええ、それはそうですよね、ねそこはちょっとあの日本とは違うというふうに考えた方がいいですねそれからあの昨日は、えーと、副大統領候補になった鎌さんが演説されていました、その辺ご覧になっていかがですか。 あの、いろんな人の名前が上がってたんですよね。はい、で、副大統領候補をその選ぶ際に、黒人票を抑えに行くのか、それとも今民主党の中で左派がかなり盛り上がってますけども、はい、その左派を抑えに行くのか、それかもしくは2016年に本来この民主党が取れたけども、落としてしまった州を抑えに行くのか、まあ中西部ですけども、うんはい、その3つぐらいの,あの選び方の基準があったと思うんですけども、 一応、カマラ・ハリスさんは、あの、アフリカ系っていうことで、まあ、インド系の血もあの、はい、混ざってるんですけど、ええ、まあ、あれは、その、なんていうんですかね、自己申告性みたいなところがあって、やっぱ自分はこのアフリカン・アメリカンだっていうふうに、あの、規定してるんで、はい。アフリカ系アメリカ人ファクター要素を重視しつつも、ええ、でもやっぱり演説聞いてみると、なんか総合、 得点が高かったのかなっていう感じはしますね。あの左にブレてるわけでもなく、民主党の真ん中ぐらいっていうんですかね。はい、か女性で黒人で、まあそのアジア系の地も入り、はいで、上院議員としても経験がありっていうことで、総合得点が高くて彼女が選ばれたっていう、まあそんなようなイメージを。 あのー、演説でも示すことができたんじゃないかなっていう気はします、ね、あな今回の演説は、なんかあのお母さんがインドからこう来てっていうね、そ,うそ,うねそのこう、えー、出生のルーツみたいな話を結構中心にやってましたよね。カマラっていうののは、ね、インド系の名前ですし、えーえーはい それからまあ、その、まあ、第一義的にはやっぱり黒人だとは思うんですけども、アジア系としてはまあ初めてなんで、ここまで来るのは、で、アジア系もまあ重要なその票にな、民主党にとって非常に重要な票なんで、そこをさえに行った。あとやっぱり、あの、大統領選挙に彼女自身が出てましたから、はい あのよく知られている人物だとは思うんですけども、でもやっぱりそれでも、まあ、その政治に普段から関心持ってない人っていうのは、はい、やっぱりそのハリスのこと、政治家としてのハリスっていうことをよく知らないんで、ん自己紹介的な意味がやっぱり昨日の演説はあったんじゃないですかね、あんまりこの政策の,その細かいところに入り込むような演説ではなかったですね、でもすごくうまく自己紹介できたんじゃないでしょうか。うあで、いよいよバイデンさんの演説ということになりますけど、はいはい、これ、どういうものになりそうですか。 いうでトランプを、まあ、乗り越えて新しい時代を作っていかないと、まあ、アメリカの民主主義そのものが脅かされるっていうそういう、まあ、メッセージにはなると思いますねただあの、またちょっとこのハリスに戻ってしまいますけど、はい、やっぱりバイデンはあくまでその次につなぐ役割だっていう位置づけなんでん昨日、そのハリスさんの演説を見てた時に、はい、バイデンさんの次にこの人が来るんだろうな <で><ー>意外に早くそういうことが起きるかもしれないっていうのも当然、可能性としてあるわけですから、で2024年、もう一回バイデンがあの、バイデン氏がこの再出馬するっていうことは、ちょっと考えにくいと思うんですよ、年齢考えると。る大統領選に今回受かったとしても。受かったとしても、普通はやっぱり2期目目指すんですけどね、ですけどもやっぱり、バイデンの場合には難しいかもしれないと多くの人が思ってるんで、はい、そういう意味でやっぱりこのハリスさんの演説っていうのは。 ちょっと普通の演説とは違う。<ー>あの場合によっては2024年の,、はい、の民主党の筆頭候補になるかもしれない人物の演説を聞いてるんだろうなっていう。うそういう意味で言うと、このバイデン氏というのは、はい、まあこの今の状況を乗り越えていか,いかなければいけないっていうこの大きなメッセージを掲げつつも、 あの長期的にやっぱりアメリカの,このリーダーとしての役割をその期待するっていうのは、そういう雰囲気はちょっとおそらく、気分は今の,その民主党支持者の間にさえもないんじゃないかなっていう気はしますね、はいうん、そうすると、でもその辺をトランプさんはこうついてくるっていうか、いや、バイデン候補って言ってるけど、お前よてでう、ね、ってね、です,ですから、トランプ大統領自身もあの年齢、決しても若くはないんですね。やっぱりその年齢の効果って、 っていうのは人によって現れ方が様々じゃないですか。で、予備選挙の時にあの、バーニー・サンダーズっていう左派の候補がいて、彼はバイデン氏よりも年上ですし、それから心臓発作で、あの、キャンペーン中に入院したりもしたんですけど、彼の年齢ってのは問題になることあんまりなかったんですよ。それエネルギーがあって、まあ言ってみれば頭もキレキレて、演説も非常にエネルギーがあったもんですから、バイデン氏の場合には時として、 なんかそのすごく失速してるように見えたり、うんはい、そういう、で、私もその医学的なその知見は全くないですけども、時として非常にこれなんか無表情にこのステージ上に立ってるみたいなことが時々あるんで、はい、この人本当に大統領っていう職を担えるのかなって不安が、おそらく民主党員の間でもなくはないと思うんですよね。うん、なるほど。 その辺を、まあ、キャンペーンまだあの11月3日まで続,くですけど続きますけど、はい、その間、どうやってそういうイメージを押し返していくのかというのが、まあ、バイデン氏からしてみると、まあ、大きな課題になっているんじゃないですかねただ、他方で周りもそのことってなかなか言いにくいと思うんですよその辺がどういうふうにコミュニケートされているのかというのはこの時間、中山都仁さんとお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでした。 日報放送飯田浩二の OK 工事アップ教えてニュースキーワード時刻7時27分です今朝のコメンテーターは慶応義塾大学教授で国際政治学者中山俊弘さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードですベラルーシ対ヨーロッパ連合 大統領選の不正疑惑に対する市民の抗議デモが続く旧ソ連のベラルーシ情勢をめぐって EU ヨーロッパ連合は19日首脳会議を開き選挙結果を認めないと表明しました暴力でデモ鎮圧を図ったベラルーシのルカシェンコ政権を批判し反政権派との対話を促したということですえー、ルカシェンコさんはプーチンさんと接近をしているということもなんか 日本人が拘束されてるって話も出てきましたね。そうですよね日本。しかも日本人がそれなりにこの抗議活動において役割を果たしたみたいなこともちょっと伝えられてきてるんで、ちょっと私もこう調べてないんですけど、どういうバックグラウンドの人なんだろうっていうのは、ちょっとこの、んなんですかね、関心があるところではありますよね。ねえ、うん、なんか外交ルートというかね、そういうところでなんかするような国じゃ、うん、日本人としてでもないぞと思うんですけどね。まあもちろん当然、政府<っ>関係ではないっいうことだろうと思う、ね、といです、ね。 どういう形でそこにいて、うん、どういう形で運動に携わったのかっていうのがはいあの、興味深いですさあ、これ、あのベラルーシはまあなんか最後に残った独裁国家みたいな言われ方もしてましたけれども、ここの国柄というかね、うん、なかなかこうイメージつかない人も多いと思うんですが、ね。うんうんうん いや、あの、ま、あ最後の独裁、こうやっヨーロッパの、つきますけどね。ねまあですけども、まあ、独裁体制を築いて、ま、あ今回も、ま、あ選挙結果をねじ曲げてっていうことで、やっぱりでも予想外だったのが、その、はい、この相当この大規模な抗議活動抗議運動っていうんですかね、抵抗運動があって、はい、で、まあ、その追い込まれてるっていう状況があって、で、ま、あその、ヨーロッパとしても、えー、やっぱりその、ま今、EU としても、自分の裏庭で、この、こういう独裁体制が、 あの、あることについて、やっぱり一言言わなきゃいけないということで、うん、特にやっぱり今回その暴力に発展していったんで、はい、ということで、まあヨーロッパ、あの EU は、あの、声明をこの発表しま、立場を明確にしましたけども、うん、ただ他方で、その再選挙をんぬということには、踏み込んでないわけですよね。はい、やっぱりそこはまあロシアとの関係があって、 はいでまあ、ロシアはやっぱその自分の勢力圏内というふうに見てるところがありますから、そこにこの手を突っ込みすぎてもいけないということですう、まあ、ベラルーシアは NATO には入ってないんで、はいえー、でこの NATO がこの圧力をかけるっていうとその、ウクライナの再現みたいな話になってもいけないですし、まあ若干そのロシアに配慮しつつも、はい、EU としての,この立場を明確にしたっていうのが。はい あの今の現状なななんじゃないですかねるほどそう,こう考えると、十各国であった、まあ、一連のこう市民運動みたいなもの、まあ、カラー革命なんて言われ方をしましたが、その文脈でじゃあ、ルカシェンコ政権、倒しちゃいいってもんでもないってことん、ねうん、そうすると、結局、ロシアの介入っていうのを呼び込むかもしれないんで、んそこがやっぱりこの EU としても気になってたこと、先ほどこの番組の冒頭でやっぱ民主化の話出ましたけども、えーえー これまでやはり、まあ、その、よかれあしかれっていうところはありつつも、はい、アメリカがやっぱり民主化のこの旗を振って、あの、そういうこの各地の運動をバックアップしてきたところがあると思うんですけども、はい、まあ今回もその、ルカシェンコは、この、外国からの介入みたいなことを言ってますが、えーえー 今、トランプ政権がそういうことに対する関心というのを非常にこう失っている状況なわけですよね、はいで、世界における民主主義の,、まあ、その状態というのをこの評価する報告書を毎年出しているあの組織があるんですけど、ええ、その組織が去年出した報告書の表紙が、各国の,その独裁者がこのなんていうの焚き火を囲んでいて、自由、うん、をいわば燃やしてるんですよね、おープーチンがいたり、習近平がいたり、えー、エルドアンがいたりって。をくべてはい ないんですけども、はい、ちょっとうう裏側っていうんですか反対側でマシュマロを焼いてるっていう、はい、<laughs> そういうような状況でこの組織はどっちかというとこの保守系の組織なんですけどもあのレーガンなんかとも非常に近かったんですがうそういう形でやっぱりこの民主主義が後退している中、まあ、アメリカが民主主義の,このリーダーの役割を、まあ、事実上放棄してるみたいる状況の中で あの、まあ、こういう事件が起きてるんで、んあの、その、まあ、ルカシェンコとしても、はい、やっぱりこういう、このアメリカからの圧力は感じてない。で、まあ、ロシアがバックアップしてくれてる。はい、他方で国、国内では、その10万人規模の,あのデモが発生してるということで、なんかその、非常にいろんなその力学が、この錯綜してる感じはありますよね。うまあどういうふうにこの落ち着いていくのかわからないですけども、えー、まあルカシェンコ自身も、やっぱり今回のその行為規模の大きさで、まあ、その辞任を、まあ、 かなり先ですけども、はい、示唆しているよう,なうただ時間稼ぎのようにも見えますしちょっとこの不透明感が強いっていうそんなような感じなんじゃないですかねなるほど、うん、そのまああの自由を守ろうとはちょっと後ろ向きなこうトランプ政権があると、うん、じゃあそれがじゃあバイデンさんに仮に変わったとするとどうなるのか、うんうん、そ,そんな楽観的な話じゃなくてなやっぱり民主党と っていうのは本来やっぱ国内を立て直そうということ、それからまあ2000年代からずっとアメリカ、まあ、911の後からっていうんですかね、はい、ずっとこの介入を繰り返してるんで、んそれはもういいやって。 っていうのは、<ー>多分、トランプ、共和党も民主党にも共通してるんだと思うんですよ。なるほど。ですから、我々今、今後、その、引くアメリカっていうのをちょっと頭に思い描いていかないと。まあ、アジアについてはやっぱ中国がいるんで、うん、はい。あ<の>別のかもしれない。うん、と、とどまりますけども、全体としては、やっぱり引くアメリカっていうのをなんか頭に入れておかなきゃいけないのかなっていう感じはしますね。うんうん、え今日のキーワード、ベラルーシ対ヨーロッパ連合でした。 時刻は7時35分です。 お送りしております、日本放送、飯田康二の OK 工事アップ。この後は、えー、肌道子さんの言ってらっしゃい、今週のテーマ、武道であります。そして、えー、それとお知らせを挟んで、スクープアップのゾーンでは、えー、トランプ大統領の元側近、スティーブン・バノン容疑者逮捕というニュース。まあ、そこからですね、えー、大統領選、共和党側というあたりまで、えー、掘り下げていただきたいと思っております。日本放送、飯田康二の OK 工事アップ。今日は、国際政治学者、中山敏郎さん、コメンテーターです。 時刻7時44分です。お送りしております。OK, コージ l アップお相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩二と、新庸市課がお送りしています。今朝のコメンテーターは、慶応義塾大学教授で国際政治学者、中山敏弘さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ トランプ大統領の元側近が詐欺で逮捕アメリカ司法省は20日、オンラインを通じた募金で多額の金を騙し取ったとして、トランプ大統領の首席戦略官を務めたスティーブン・バノン容疑者ら4人を逮捕したと発表しました。 バノ容疑者らは2018年頃からタイ、対メキシコ国境への壁建設を謳い文句に、インターネットを通じたクラウドファウンディングで資金を募集し、数十万人から合わせて2500万ドル、日本円にしておよそ26億円以上を集め、私的に流用していたと見られております。 えー、来週は共和党全国大会が予定されているこのタイミングっていうのが、いろんな憶測も読んでますが、どうなんですか、うんまあ。トランプ大統領のこの元側近とか、まあ、元トランプ政権に入っていた人とかで、はい、こう捕まった人って初めてじゃないんで、<ー>その限りにおいては驚きではないとは言えるんですが、はい、一方でこのバノンという人は、ええ、トランプ大統領以上になんかトランプ主義を これ代表した人っていうか、まあ、トランプ大統領ってそんなに明確にこの政策理念とかがあるわけじゃないですけども、なんとなく雰囲気はいろいろあって、で、その雰囲気を言語化してこのトランプ主義になんか高めてったのが、はい、このバノンっていう人なわけですよね。で、もう、いや、あの、政権離れて随分経ちますけども、<ー>で、そういう意味においてはもう直接トランプその政権の政策運営に携わってるわけではないんで、んあの、ただ先ほど申し上げたような意味でトランプ主義を代表している、象徴しているような人物であるんで、はい その意味では、ちょっとびっくりしたって。それから、この人はある意味、 かなりあの踏み込んだトランプ主義者ですけど、ええええ、お金とかそういう感じの人じゃないと思ってたんで、<ー>ちょっとこういう意味での不正っていうのは意外な感じはしましたね。はい、ある意味、私は純粋なトランプ主義者だとは思ってたんですよ。ええええ、なのにこういう形でこの捕まって、はい、そこはちょっと意外な感じはしましたね。なるほどもっと純粋にこう政治活動に没入しているような賛同はできないですけども、も、ええ、政治理念で動いてる人だと思ったんで、ええ、ちょっとそこは意外でした。確かになんかに それまでお金に関する話って、まあ、あのファンドとかで働いていたりとか、働いたりは経歴を見るとありますけど。 そんな感じはなかったですか、ね、あの、いろいろなんですかね、このグローバルな反トランプ連合みたいなものを作ろうとして、えー、いろんな動きを、えーまあ、イタリアを拠点にやってたりしてるんで、えー、お金が必要だったっていうことはあるのかもしれないですよね。ですからもうこれ全く推測ですけども、あ<ー>まあ私服を肥やすというよりかは、はい、そういう運動の資金をっていうことだったんだろうというふうに推測はできますよね。でこれがまあその トランプの,この再選のロジックにこうどういう影響を与えるかということですけども、距離は置いてるんで、しかも政権辞めてもしばらく経ってますから、うん直接このマイナス、まああの、プラスってことはないと思うんですけども、も、はいはい、直接マイナスっていうことはないのかなっていう感じはしますね。そうすると、まあ、トランプさんとしては、まあ、今のところ、ね、何かコメントを出すとかいうこともないですけれども、そんな積極的に何か関わっていくっていう感じでもない、うんまあ、今そそもそもあのトランプ大統領は非常に厳しい。 状況にあると思うんですけれども、うんで、これで極端に厳しくなるっていうことはないですよね、やはり今はもう、コロナと、それからまあ人種を巡るその騒動。はいうん そこを中心にやっぱ選挙は推移してますんで、んバノンの逮捕によって、まあ、どっちかにこの大きくこのあの傾くっていうことはまあないような気がします<ー>、うん、なんかここのところは、中東の情勢だとか、うん、トランプさん、外交の方で何かアピールしようとしてるのかなと見えますけど、どうですか、ね、そうですね、UAE とそのイスラエルの件っていうのは、はい、あの確かにおっしゃられたように、国内でコロナのハンドリングと人種問題のハンドリングがこの非常にこの厳しいものがあるんで、うん 外交で突破口っていうような要素もあったとは思うんですけども、やっぱりそこ、やっぱりその外交、特にやっぱりそのイスラエルと UAE の件で何か大きくその支持不支持の構図が変わるとはちょっと考えにくいっていう。それからもう一つその外交案件では、そは自分の方がより中国にこの厳しいタフだっていうことは、 あの、アピールしてますよね。アメリカ国民の中でも中国がアメリカにとって非常に大きな脅威だっていう意識は高まりつつあるんで、はい、でバイデンに、バイデン政権にはそこは任せられないっていうのがトランプ側のストーリーですけども、それもまあ民主党も全体としてあの中国に対して厳しくはなっているんで、はい、まあどこまで構造を変えるのかっていうと、若干やっぱそこも疑問は残るかなっていう感じがしますね。ですからトランプ大統領としては、はい、今、あの、もっぱら、この カマラ・ハリスを任命したことによる、まあ、民主党の左傾化と、えー、それからバイデン自身に対する不安を、はいわばこの煽ろうとしてるっていうああそういう状況なんじゃないでしょうかね。資質の部分で疑問があるぞっていう、うん、<ー>そうですね。外交とかで攻めていくっていうのよりもそっちがいい、ね、まあそこはもちろんコンスタントにやるでしょうけど、えー、そこで大きく構図が動くっていうのはあんまり期待できないような感じがしますね。あ<ー>うん あの、まあ、バイデンさんはもともとその、オバマ政権の副大統領でもあった、外交委員長も長く務めていた、ま、ある意味その、昔のこう中国に対するアメリカのアプローチの仕方、うん、あの、関与していた、 で経済が発展すればいずれは民主化していくんだというのをずっとこう支えてきた人というような評価もありますが、そこに戻るわけじゃなさそうだという。やっぱ2010年代半ばぐらいにやっぱりアメリカ人の意識の中でやっぱり中国にその関するそのこのアプローチの仕方ってがやっぱ根本的に変わったんだろうと思うんですよね。でそれは今おっしゃられたような関与していけば時間はかかるけどいずれ変わるっていう、はい、そこを見直さなきゃいけないっていうこの。 認識が一気に広がってで、これは何も共和党、民主党っていう話ではないですね。う で共和党の中にもその基本的には関与だって人たくさんいましたから、はい、でもうそので現役から退いたような人たちは、やっぱり関与は正しかったんだっていうことを言いますけども、まだまだこれからこの政権、この政策に携わるような人たちっていうのは、基本的に民主党、共和党問わず、中国に対して厳しいっていう、もちろん若干アプローチの違いはありますけども、ですからそこはやっぱりアメリカ人の意識にの中における中国のイメージっていうのが、やっぱり根本的に変わったっていうふうに考えていいんじゃないですかね。ただ どういうふうにタフになるかっていうのは、えー、タフ、タフになり方っていうのはいろいろあるんで、そこはやっぱりきちんと日本としても見分けていかなきゃいけないって。も、ま、う、あ、トランプ大統領言ってれば、もうトランプ、あの、 中国共産党が本丸で、はい、もうそこと喧嘩するぞっていうことを言ってるわけですよね。ですから、そうじゃないタフになり方もあるわけであって、そこはあのなんていうんですか、日本としても読み解いていかなきゃいけない部分なんだろうと思うんですねバイデンさんのアプローチの仕方だと、ちょっと違う可能性がもうちょっと国際的なこの連携を重視しながら、中国がその好ましくないような、まあ、逆にわれわれにとって好ましいような秩序で、はい、中国をこの覆っていくっていうんですかね。あ<ー>か中国がこっちに来る余地も残しつつ はい、圧力を高めていくっていうのは、まあ、おそらく日本としてはそっちの方が乗っかりやすいんだと思うんですよ、何も日本は中国と、もちろん中国の脅威っていうのは常に感じつつ、はい、それに備えていかなきゃいけないとは思うんですけど、別に何もこ殴り合いの喧嘩しようとは思ってないんで、ですから、まあバ、バイデン政権の対中政策の方がやりやすいで。ただ他方で、はい 民主党ってのは常に中国と話そうとするんで、んうんうん、そこに不安はどうしても感じちゃうわけですよね。<あ>何を話してるんだろうかっていう。なるほど。ですからある意味トランプ政権はそれをやってない、まあ、全然やってないわけではないですけども、えー、どちらかというとその喧嘩を吹っかけてるんで、まあ日本としては安心しがちですけども、まあおそらくそんな単純な構図ではなくて、えーえー、今のトランプ政権が追求してる 中京が本丸だっていう構図に、どこまで本当に日本が乗れるんだろうかっていうことになると、んうんうん、そこは若干日本としても厳しいのかなっていう感じはしますよね。ああ。まあ、あの、こう、地理的に近いと。近いですかいうのも一つ確立できますか。そんなに見解できないと。うん。いや、だからもちろん、それは、あの、大きな脅威ではあると思うんですよ。やっぱりこの、中国のこの地域における覇権的な野望っていうのは。はい。で、それに対しては備えつつも、やっぱり中国と何らかの形で、 この対話っていうんですかね、まあえー、対話のための対話ではないんですけども、はい、我々の意思をきちっと伝えるための対話っていうんですかねうそういうのをやっていかなきゃいけないんでどこかで日米の間で中国に関するパーセプションというのはずれていく可能性があると思うんですけがそこをきちんとマネージしていくことが、はい、うん今後の,その日米関係、日米同盟の管理のやっぱ最重要課題になっていくんじゃないですかね。えー、トランプ大統領の元側近詐欺逮捕というあたりから、えー このトランプさんの大統領選のあり方さらに日本も含めてどうだというところまでお話しいただきましたポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーで配信していきます番組ホームページご覧くださいお送りしてまいりました OK、工事やっぱお別れの時間が近づいてまいりましたまずははプレゼントご当選の方発表です、はい 三つ富士の100回あらゆる夏マスクハモンエイジーマスク5人の方にプレゼントです北区の西原浩二さん佐倉市の高橋由佳子さん横浜市港北区の前田則義さん福岡県筑後市の佐藤文朗さん江戸川区竹川由美子さんご当選です。おめでとうございます 来週月曜日コメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。えー、パラリンピックへ向けてあと一年というところになりますね。はい、来週月曜日新業アナウンサーのリポートもあります。はい、お届けします。えー、今朝はあ慶応義塾大学教授で国際政治学者中山俊一さんとお送りしてまいりました。中山さんどうもありがとうございました。メールやツイッターでさまざま感想をいただいてますが、ツイッターです。えー、タディさん。 インド系の副大統領になったらそれはそれで中国、ドキドキしそうですかねという,ういただきました、うん、インドと中国の間っていうのもね、まああそうですよねーあの国境紛争ありますからね、えー、まあただ、ハリス自身はあんまりそのインもちろんそのインドの血は引いてるんですけど、基本的にはアフリカ系としてやってるんで、えー、そこはどうですかね、あんまりちょっとそう考えたことなかったですけど、ちょっと面白い構図かもしれないですね、それは。えー でもまあ、そういう,こう中国のへの包囲網みたいなものを、うんまあ、日本は特にインド太平洋戦略、インドも含めてやってますけど、それも一連としてアメリカはやっていくかもしれないと、うん、特にバイデン政権、まあ、インド太平洋戦略ってのもしかすると言葉としてはなくなるかもしれないんですよ、やっぱ政権変わるとアメリカがラッと言葉変えちゃうんで、うんでね、ただ基本的な考え方っていうのは、私、残ると思いますね、やっぱりこの太平洋とインドとのつないで、そこでやっぱり中国をこの、まあ、なんですかねこの、まああの、抑え込んでいくっていうか。はい そういう発想っていうのは、あの継承されるのかなっていう感じがしますね。ただハリスさんはあんまり外交経験はないんで、<ー>これからっていうことだと思います。そうそうそうなるほど。うん、その辺は、じゃあ外交安全保障担当の補佐官が誰になるとか、国務長官。国務長官が誰になるかって、そういうところですよね。まあただバイデンさん自身が副大統領をやってますし、はい、外交委員長もずっと上院議員時代やってますから。まあそこは自分があのできるっていうふうに思うと思いますね。なるほど。 そこに不安を感じてる人もいなくはないんですかできると思っちゃうがためにと。うんうん、<laughs> いやまたちょっといろいろね、絵に詰まってきたところでもお話をしていただきたいと思います。というわけで、この時間の相手日本放送う田浩二と、中山敏彦です。そして、新庄石花でした。この後は、あなたとハッピーでお楽しみください。この後8時から生放送、春風亭一之助、あなたとハッピー。